答えていいですか。あります。何ですか。チャランポランがやってね、はい、みんなチャランポランは失礼しません。僕のこれを見たいんでしょ。見たかね。どっか行ったらいいじゃないですか。お前見てやつに。じゃあ僕殴ります。殴ります か, い や, ますか。いや俺殴るかお前。手を上げるじゃねえ。君止めたらあかんよ。俺は今大丈夫だ。税金払ってんだよ。税金を大事に帰って引っ張ってるだけだ。行きましょう。 NHK よ。バイバーイ。 NHK を潰すなんて。最低なの。 NHK が潰れるわけないだろ。イギリスの BBC のような放送局を作ります。 BBC?あなたにはその力もないし。いいでしょこの口。ない。目、あなたの目は嘘言ってる。はっきり言うけど。はい。もっと飲んでこなきゃ。いやいやいや。俺はただ聞いてるだけ。ちょっと。今回うちね酔っ払ってるから。酔っ払ってないの？その言い方が良くない。うん、だからそれあなた間違ってるんだよ。すいません間違ってます。ね。間違ってる。教えて。NHK を潰す、潰すなら構わない。変わらないでしょ、はい、ね、で NHK に変わるものあります。俺それを変わるものはね、ここに今あります。ここに潰すのはいい。だから変わるものありますよ。いや、僕ねだから潰すのはいいの。答え言ってるじゃないですか。いや、ちょっとありますって。俺も聞いて、潰すのは構わない。その代わりがありますかって。あなたは潰すって言うけど、その代わりがあるんですか。記者、それを答えていいですか。あります。いや、何ですか。インターネットです。これです。インターネットです。インターネットは NHK じゃないでしょ。やってることは一緒です。やってること同じじゃないの。おかしいだけでしょ。ごめんなさい、あのいいじゃないですか。あなたがそう思うのは自由。あなたが言うのも自由、うん、だからもうお互い自由でいいじゃないですか。理解しなくてもいいでしょうか、うん、お互いが理解し合おうとするから喧嘩になるんですよ、うん、だからあなたの意見、僕の意見だけどね。こう出るのは俺も税金払ってるの真面目にやってほしい、それだけなんですよ。みんなだから意見をお伺いしましたから、ええー、はい、悪いけど遊びじゃないでしょ。俺遊びや税金払って遊びの税金はないの。分かってるから納めるもの納めてる。あなた国家議員でしょ。国家議員じゃないですね。元です。元職です。チャランプランがやってね、はい、みんなチャランプランは否定しません。チャランプランは否定しませんけど、はっきり言うよ。税金払ってるよ。だからあなたがやってほしいのこれなんでしょ。僕のこれを見たいんでしょ。見たかね。なんもなたらいいじゃないですか。ここで喧嘩しても雰囲気悪くなるでしょ。収めてんだよ。だお前見てやつに。じゃあ僕殴ります。いやいやいや、殴りますか。いや俺殴るかお前。あなたの怒りを収めてあげようと思って叩いてるよって言ってるんですよ。お父さんお酒飲んでるから。まず手を上げるじゃねえ。君止めたらあかんよ。俺は今大丈夫。なんで俺手上げんだお前。だから俺大事だって税金払ってんだよ、はい、税金を大事に使えって引っ張ってるだけだ。引っ張ってせればいいんだよ。酔っ払っててね、みんな見てるんだから。おめえがパクられるだけの話なんだから。そうよ、パクられたらいいんだ。だから引っ張っといてくれじゃん。早く元気よく、早くそんだけ生きがいがあるんだな。ね、じゃあ俺もやれいいんだよ。行ってきなよ。ほら、どうどう。ね、ちょっと座っていいですか。こんなやつね。ね、税金払ってんじゃねえよ。俺はガキどっから。よし、わかりました。ありがとうございます。わかりました。いいじゃない、NHK よ。お母さん、いつものちょうだい。行きましょう、NHK よ。バイバーイ。ありがとうございます。NHK を潰すなんてやつ。最低なんだよ。NHK が潰れるわけないだろ。怖い怖い怖かった。NHK を作りして、あと次を何を作るの？いや、それを聞きたい。いや、潰すのはいいの。これは次やろ。イギリスの BBC のような放送局を作ります。BBC？ あなたにはその力もないし、心もない。口はあっても。いいでしょ、この口。ない目、あなたの目は嘘言ってる。え、はっきり言うけど、はい、もっと飲んでこなきゃ。いやいやいや、もっと飲んでこなきゃ。俺はただ聞いてるだけ。こっちはやるところあるけど、
聞いてるだけよ。 YouTube で撮影していい？いいよ、面白いから。こっちはちょっとごめんね。ちょっとね、酔っ払ってる方なんで。ちょっと、今回うちね、酔っ払ってる方。酔っ払ってないの？その言い方が良くない。だからそれあなた間違ってるんだよ。僕間違ってます。すいません、間違ってます。ね、間違ってる。ダメよ、間違ってるの。こっちは僕がどうやったら間違わない人間になるか教えて。ね、教えて、教えてで YouTube 流れない潰れる。おっちゃん本当に大丈夫？寄ってるでしょ今。寄ってない。1000円落ちたよ。1000円はあなたの運よ。受かるために。1000円くれる？あげるわけないよ。せっこーせっこーい。ちょうだい。うん、だよね。言うとき、俺は流れてもいい。流れていい？流れてもいい。日本人。日本人、はい。ね、あなたは日本人ですよ。僕ね、日本人なのかな。どこ？わからない。わからない。うん。僕、静岡よ。静岡？どこですか、静岡の。沼津。沼津。沼津と焼津はちょっと違いますよね。沼津から焼津は50キロ早い。50キロ。沼津はね、結構 NHK の日が多いんですよ。沼津の裁判所結構行きましたから。あんたは悪いことしてる。そうなんだよな、いつも悪いんですよ。いやもうね、女心を奪う窃盗罪でいっぱい捕まる人だから持ってないから。なんでやねん。持ってないから今日出す。いいよ来いよ、ね、おっちゃん、お父さんもいっぱい女いましたでしょ。若い時はね。なあ、若い時は悪いこと持ってた悪いことしてる顔やもん。いや世の中の一番の罪はね、好きでもない女を抱くことですよ。やったでしょ。そんなことないよ。ワンタッチよ。ワンタッチ。お父さんいくつ？今は72。72歳。俺のちょうど20個上か。昭和22年23年。ネズミ。ずっとだから戦後の時に生まれてきて、子供の時から納税されてたってさっき言ってたでしょ。そういうことよ。お父さんいくつから働き出した？だから中学卒業して。やっぱそうなんや。それで子供からなんやね。中学校卒業した、いわゆる昭和37年金の卵って言われた時だ、中卒が。いや、玉は2個どうぞ。はいはい、玉は2個。あ、ちょっとだけ待ってください。 NHK は話しバカ。ありがとうございます。上がるよ俺。いやでも中卒、頑張ってね。はい、ありがとうございます。今日なんかつまんないな。いやいや、素晴らしい若いです。いや、だって寄ってるだけやから。いや、そうだ。もうさ、俺家帰ったらめっちゃ酔っ払いの相手いつもせなあかんねん。あんまり言われへんねんけど。橘さん、出る以上は頑張って。はい、頑張ります。お父さん。それを言うだけや。お父さんの税金を無駄に使わないです。頑張りますよ、そこは。さすがに。応援してるんですか？え？応援してるの？応援、これから決めるんだよ。ね、だから決定はしない。酔っ払いのことをほっぺないね。違う、応援と決定は違う。うん、いいですよ、応援と決定は違うんです。違うんですよ、これは誰が聞いてもね。そう、いざその日、うん、決定するんだから。だから、しかもね、お父さんが僕をね、叱ってくれて、ね、今日はいらんけど、お父さんと話ができてよかったですよ。本当に、それが本当。お父さん、よく戻ってきましたね。自分で決まる。大好きだ。いや、ごめん。あわは嫌いだけどね。大好きなんじゃん。あの、いわゆる、あの、何キャラ？あの、ツンデレです。ツンデレ系やねん。ね、ボロツンデレです。だから決定するのはその日だから。なんかちょっとお父さんごめんなさい。もうちょっと他の質問とか写真あります？はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうね。はい、ありがとう。ありがとうございます。決定するのはその日だからね。いいです。はい、みんな僕だけじゃないじゃん。そう、それはもうね。はい、寂しいもんね。ありがとうございます。お父さんもありがとう。いや俺ブーちゃん寂しいね。ブーちゃんとこうなんだけ合うな。ほらもう殺されたよ。ほら針金みたいな。あ、でもお父さん現場で出てるのこれ。まだ仕事、何の仕事してるの？あらで、あ、仕事やってる。何の仕事されてるんですか？セブン。え、あ、すごいね。72歳でもこうやってガンガン働かない。女性です。まあ、冗談なんでね。いや、仕事は建築の。建築士やな。だから夜になると女性の設計。いいことです。いいでしょ。はい、橘さん、俺でしょ。
それって腕持ってない夜ラジオすいません。はい、僕も頑張ります。僕は夜も朝派ですけどすいません。なんかいいですか、もう写真とか出ます。はい、頑張ってね。はい、ありがとうございます。すいません。いや、無理だ。はい、頑張ります。頑張りますって言うんやけどな。まあまあそこそこやります。ね、お前が頑張った方がいいよ。いや、まだね、お前がおかしいんだから。広げないとダメ。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな。俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ。ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス。これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何がお得にさ、多分何が女性の方もっと痛く自信よ。お得なのもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。